恋する女の子を応援します。またシウマのって言ってくださいよ、シウマさん。これ言わないといけないやつ。ラブフォーケタというね、番組が始まりました。シウマさん、早速やっていきましょう。よろしくお願いします。この動画は恋する女の子の悩みをカリスマ占い師シウマさんがある数字を使って解決しちゃおうというものです。シウマさん、その数字とは何ですか？スマホの携帯指紋桁足した合計数字で一応解決はしますけど、はい、まあ、いろんな数字を使って解決していこうと思います。なるほど、はい、スマホの指紋4桁をね、使って恋に悩める女性のお悩みを解決できちゃうんですか？それだけで。しますよ。まあそれだけじゃないですけどね。まあいろいろあるんですよね。ごめんなさいね、マルタ捕まえちゃったんで。ちなみにマルタでございます。マルタ捕まえちゃったんで。さてさて、はい、それではね、本日早速第1弾相談者が来ています。バラ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 ピーン、私でございます。私の悩みを聞いてください、シウマさん。はい、はいはい。私、愛とか恋とか一周回ってよく分かんなくなってきてるんですよ。はい。そんな私にもこの人いいかなっていう方がね、うん、出てきたので、シウマさんに私前回占ってもらった時にやっと人間らしくなってきたって言われたんですよ。人間らしくなってきたので、はい、ちょっと人間らしい恋をしたいので、お相手のね、下4桁で占っていただきたいと思います。ドキドキよ、はい、ずっと気になってることがあって、はい、何ですか？自己紹介したかなと思って。なんかもう、そうだね、もうなんかスッて入ってて、ずっとあれ、俺どこで琉球風水神話ですって言わなきゃいけないかなって思いながら、まあいっかっていうぐらい緩い感じでいいのかなと思ってて。一応自己紹介しときますか。カリスマ占い師のシウマさんはね、どのような自己紹介を。はい、琉球風水師の神話です。よろしくお願いいたします。じゃあ私です。愛とか恋とかよく分かんなくなってるアリスです。よろしくお願いします。ゆるく始めさせていただきます。まず鑑定方法。あ、そうですね。聞いてる人たちにこう説明しなきゃなと思って、もちろん僕が一番得意としてるのが携帯下4桁足した合計数字が何番になるかによってその人の運気を見ますっていうことプラス生年月日だとかお名前だったり、あと身近にある、まあ、キャッシュカードの暗証番号だったり車のナンバーだったり、その人にまつわる数字を読み解くことによって、まあ、琉球風水術っていうのを使って開運に導いていきますという。琉球風水師、はい、私結構3つぐらい気になる数字があって、はい、まあ、第1弾が先ほどお話ししたお相手の2327、はい。そこ言うんだね。ダメなの？いや、いいけど。ダメなの？下4桁だからね、別に長く言ってないから大丈夫かな。いや、全然大丈夫ですよ。普通に言いますからね、はい、皆さん。下4桁だけなら特定できないから大丈夫です。はい。気になるお相手の下4桁が14ですよね。ちなみにこの14っていう数字あまり良くないんですよ。やだー。基本的に神経質、お金の使い方が下手くそ、短期、物持ちがちょっと悪いとかっていう。ろくな相手じゃないじゃないですか。っていうのが一応特徴。あまりいい数字じゃないです。強数字って言って大凶の強数字なんですよ、14って。じゃあ逆に言えばその下4桁を変えちゃえばいいってことですか？一番それが理想です。あ、そうなんだ。はい。ただどうしても変えられないっていう場面があるじゃない、場面というか状況があるじゃない、ね、お仕事でね、はい、とか契約の状況だとか、はい、っていうことを考えた時に携帯のロック画面だとか暗証番号を変えることでこの14の今言ったマイナスの要素を打ち消すことができますよだったり、あと待ち受け画像を変えてみたりとかすることで運気を変えられますっていうのが琉球風水術です。なるほど、はい、ちゃんとなんか逃げ道があって。逃げ道、嬉しいです。で、逃げ道じゃなくて回避方法。回避方法です、皆さん。まあ、回避方法、言い方、いや、いいけど逃げ道で。じゃあそれお相手に変えた方がいいよって言ってその変えてもらった場合はその関係性っていうのも変わってくるんですか？はい、その関係性もあるので、アリスさんの携帯下4桁足した合計数字を教えてもらってもいいですか？はい、0404です。言うんだ。いや、リアルじゃないですか。いや、面白いからいいですけど、はい、足した合計数字8なんで、はい、この8っていうのが粘り強さだとか真面目だとかコツコツとっていうのがものすごくあるんですよ。すごい裸にされてるような感じ。地道にとかっていう数字なんですけど、はい、失敗しないために地道にこう作り上げていくとか準備をしっかりするっていうのが8の特徴なんで、いや、それでいいんですよ。で、この8という数字が真面目ですごいコツコツと、で、はい、14という数字が逆に
破壊だとか短期だとかっていう風にいくと、うん、バランス的にはいいんですよ。逆に相性のいい僕が言う数字よりかもどうなってほしいかとかどうなりたいかっていうのがあるとそれに合わせるっていうのも一応琉球風水術なんですよ。例えばただ14っていうものに対してさらに良くするっていう場合だったら24っていう数字の方がものすごく相性が良くて理想は24です。今24っておっしゃったじゃないですか、はい、私聞きたいことが3つあるって言ったじゃないですか、はい、私最近例えばパッて見たら22時24分とか、あと今度お仕事で、まあ、ある地方に行くんですけども、はい、その日にちが24日で飛行機が24便、部屋が240号ってもうびっくりして、でシューマさんに聞きたかったのがやたらめったら24っていうのが例えば2とか4っていうものがすごい目につくんですよ、はい、それって私気になりだしちゃったから、はい、そうなってるのかなとも思ってたんですけど、はい、関係性ってあるんですか。気になりだしてそれをこう見るっていうのなんか自分自身の中で体内時計みたいなの作り上げてるのでそういう見方をしてしまう人たちが多いんですよ。だからよくある質問で、ゾロ目ばっかり見ますけど何かありますか、はい、っていうのを、はい、もうゾロ目ばっかり見るっていう意識と体内時計でたまたまこう見てしまってることの方が多いです。ただ今言った24っていう数字はものすごくいい数字で、で、はい、2と4っていう数字ばらけてみるとあまりいい数字ではないんですよ。そうですよね、どちらかというとよく言われてますよね、はい、2が割れるだとか、うん、チャンスに弱いとか、うん、で4は破壊とか壊す、他力本願、うん、でも 2と4がくっついた24になると無から有を生むってて金運にものすごく強かったり、すごいリアクションした何か掴みたいものがあるなとか今積み上げているものを形に変えたいなっていう時には24ってものすごくいいんですよ、今24ばっかりを見るとか24を引いてるってことはそれを求めてるもしくは近づいてるよっていう状況なんですよ、その今24の特徴に、いずれにせよいいことがあるってことですか。そうですね、ものすごく今いいことが起こりかけてるっていう。まあでもこうやってシューマさんとね、はい、カリスマ占い師のシューマさんといつからカリスマだったの見てどこがカリスマって顔してるでしょ俺のこと知ってる人たちが砕けちゃってもうスタッフほらどこがカリスマっていうただの野球小僧でしょみたいな顔してるでしょでもこの私はもう大好きなので占いが、はい、こういうふうにね一緒にお仕事できるっていうことももうラッキーなので、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。